はい、こんにちは、116ウィンズです。今年のトレードデッドラインまでいよいよ24時間を切りましたが、今日はなんと一気に12件のトレードが成立。期限が迫り、かなり慌ただしくなってきた感じで、ついていくだけでも精一杯ですが、4件のトレードに絞って今日もお話しできればなと思っています。今日はカージナルス、ドジャース、ホワイトソックス間で三角トレードが成立しましたね。カージナルスがホワイトソックスから先発投手のエリック・フェディ、外野手のトミー・ファム、さらには金銭を、ドジャースからは後日発表選手か金銭を獲得。ドジャースはホワイトソックスからリリーフのマイケル・コペック、カージナルスからユーティリティのトミー・エドマン、17歳のピッチャーオリバー・ゴンザレスを獲得。最後にホワイトソックスが全てドジャースから内野手兼外野手のミゲル・バルガス、ベースボールアメリカのランキングでドジャース参加16位のサードアレクサンダー・アルベルタス、同じく参加18位のサードジェラル・ペレスを獲得しています。今回の動画ではトレードに対する印象をメインにお話しようと思っていますが、この三角トレードに関してはとにかくカージナルスがかなりうまくやったという印象です。今季怪我の影響でここまでプレーできていないエドマンほぼ一人で、今季トップクラスの活躍を見せ、来季も割と安く保有できる先発投手のフェディ、さらにはソリッドな活躍が見込めるファムを獲得したのは大きいかなと。エドマンももちろんいい選手ですが、カージナルスの二遊間や外野の今の状況も考えますと、手放しても大きな痛手ではないですし、野手を整理しながら来季の先発陣の補強も早くも一つできた点がいいかなと。純粋に現状の戦力が一番アップした印象です。ドジャースはエドマンとコペック、来季も保有できる選手を2人連れてきました。エドマンは怪我からいつ戻れるのか、復帰後もちゃんと守って数字を残せるのか、コペックはそもそもちゃんと跳ねるのかという疑問はあり、バルガスらを使った割にリスクがどうしても気になってはしまいますが、離脱者の多い内野陣に複数ポジションを守りながら、平均以上のレギュラーとしてエドマンが活躍し、フィリップスが調子を落としている中で支配力を持つコペックがステップアップするというのが描いている理想でしょうか。一方でちょっとどうなのと思ったのがホワイトソックス。かつて球界内でも割と上位のプロスペクトと評価され、メジャーでもすぐに使えるバルガスが来たのはいいんですが、売り手市場のこの夏、先発として高いレベルの結果を残し、かつ来年も契約が休めなフェディ、さらには来季も保有できるコペック、レンタルのファムも需要があったと思うんですけれども、その3人でリターンがこの程度かとなってしまう気持ちはあるんですよね。バルガスを相当気に入っていて、ただコペックだけでは当然届かず、カージナルスにフェディとファムを送ることでドジャースが欲しがっていたエドマンも絡ませたことで実現したんでしょうけれども、クロシェやロバートを放出しないならこの夏チームで一番価値があったであろう。特にフェディの対価はやはりもう少しどうにかならなかったのかなと思ってはしまいます。もう一件のトレードは悪い意味で主力を獲得した側のファンが阿鼻叫喚となっています。アストロズがブルージェイズから先発投手の菊池雄星選手を獲得し、見返りとしてブルージェイズはアストロズ参加2位の先発投手ジェイク・ブロス、参加5位の外野手ジョイ・ロパーフィード、参加19位の内野手ウィル・ワグナーを獲得しています。ハビアとウルキディを今季失い、さらに現状バーランダーも不在のアストロズは先発投手獲得が史上命題で、レンタルながら菊池選手獲得でそれを叶えたのは良かったんですが、対価が結構大盤振る舞いでビビりました。特にブロス、ロパーフィードは共に今季評価を上げていて、メジャーデビューも果たしていますから、ブルージェイズからすればレンタル選手でこれだけの見返りを手にできて、かなり美味しいトレードとなった印象です。菊池選手は今季22試合に先発し、ここのところ打ち込まれる試合が目立ったことから、防御率は 4.75 と平凡な成績。ただ XERA3.98、FIP3.64 が示すように、内容がそこまで悪かったというわけではおそらくなく、アストロズもそういった点ですとか、菊池選手のボールの良さですとか、そういったところを評価したものと思います。まあ先発事情が苦しいチームですから、レンタルでも先発投手を連れてくるのは納得できますし、菊池選手みたいにいい時は支配的なピッチングができる選手を好むのもわかります。ただここまで出すかと、このパッケージだったら来季も保有できるフェディもいけたんじゃないかと思わなくもないくらい、それくらい思い切った対価だったと思います。当然フロントとしてはだんだんと終わりが見え始めているコンテンド期を可能な限りいいものにしようという考えが根底にはあるんでしょうが、アストロズファンの嘆きもまあ理解はできてしまいますね。菊池選手の移籍後のピッチングでこれを覆していくことができるでしょうか。続いてマリナーズがこの夏打線補強第2弾、ブルージェイズとまたもトレードをまとめ、ジャスティン・ターナーを獲得。見返りとしてブルージェイズは AA の外野手 RJ シュレックを獲得しています。アロザレーナに続いてターナーで打線補強に動いてきたマリナーズですが、ただ先日 DFA したフランスと比べて攻撃面で大幅なアップグレードにつながったと言われると微妙なところ、ゲレイロジュニアがおそらくマリナーズのトップターゲットだったと思うんですが、ブルージェイズとこうしてターナーで落ち着いたあたり、向こうに動かす気がなかったと感じたトレードでもありました。一方でブルージェイズは1年契約のターナーを売りつつ、多少金銭負担もしているようですが、年俸削減も進められましたので、この後の動き次第では今季贅沢税を下回れる可能性が高くなってきました。
ターナーは現在39歳の大ベテランですが、ここまで90試合に出場して WRC プラス109とぼちぼちの成績は残していて、また6月27日以降の OPS 8割5分と状態も悪くはなく、アプローチも素晴らしい選手。フランスの DFA 以降、マリナーズはトッププロスペクトのタイラー・ロックリアにチャンスを与えていますが、やっぱりまだメジャーへの適応に時間がかかりそうな感じでありますので、そこがターナーに置き換わることで打線のアップグレードにはつながります。ただじゃあフランスと比べたらどうなのと聞かれますと微妙で、ものすごい差があるわけでもないとは思うんですよね。ゲレロジュニアクラスを呼べたらそれはもうベストでしたが、相手に売る気がなければ当然取れません。なのでそういった状況も踏まえ、マリナーズからすれば取れる中では比較的攻撃面がマシで、またターナーのベテランとしての存在感ですとか、大舞台も含めた経験の豊富さですとか、そういった点も買ってはいると思っていて、イメージとしては2年前にカルロス・サンタナを連れてきたのとも近いのかなと。今のターナーが T モバイルパークで果たしてどれほど通用するのか結構不安ですが、試合以外の部分も含めてチームにいい影響をもたらしてくれることに期待しています。続いてはガーディアンズとナショナルズ間で成立したトレード。今月打線の状態がかなり落ちてしまったガーディアンズが、打線にテコ入れをする形で外野手のレーン・トーマスを獲得し、見返りとしてナショナルズはガーディアンズ参加7位の先発左腕アレックス・クレミー、参加20位の内野手ラファエル・ラミレス、参加28位の内野手ホセ・テーナを獲得しました。左打者やスイッチヒッターが多いガーディアンズにあって、トーマスは貴重な右打者となりそうなのもそうですが、今季はまだそこまで伸びていませんが、昨年28ホーマーをマークしましたし、また6月以降調子がいいですので、トーマスの加入をきっかけに打線を再び活気つけることができるか。一方でナショナルズはウッドやクルーズら若い機体の外野手も多くいる中で、保有権が残り1年半のトーマスを利確し、見返りに関してもなかなかだと思いました。特にクレミーは昨年のドラフト2巡目指名を受けた19歳成り立ての左腕ですが、かなりの本格派で楽しみな選手とされています。今季のトーマスは開幕直後はひどいありさまで、さらに左膝の怪我の影響で1ヶ月ほど離脱した期間もありましたが、6月に復帰してから OPS8 割2分3厘とバッティング好調。すでに28盗塁を決めるなど、走塁面でもプラスも稼げる選手ですので、ガーディアンズのスタイルにもフィットしそうかなと。気になるとしたら守備指標がライトながら悪化傾向にある点で、さらに今季の年俸が545万ドルとそこそこ。来季は年俸がさらに上がっていく中で守備も悪化しているとなると、トータルで大きな価値を生み出すことは難しく、ウィンザーボールプレイスメントが昨年比で下がり気味なのも、守備のマイナスが無視できなくなってきているからという側面もあるでしょうかね。本音を言えばもう少し打ってほしい感じもありますが、ガーディアンズが期待するようなバッティングを今後見せることはできるでしょうか。その他、今日成立したトレードで移籍した主な選手がご覧の通りです。レッツのフランキー・モンタスが同地区のブルワーズへ、見返りにジョイ・ウィーマーをもらえたのはレッツからすると結構嬉しいんじゃないかと思いました。ここのところ苦境に立たされているブレイブスが3年前の世界一メンバーホルヘ・ソレアを獲得。契約があと2年安くない額残っていますが、それを全て引き受けたようで、同じく DH タイプのオズーナと一体どう共存させるのかは気になるところ。ロイヤルズがレンジャーズのマイケル・ロレンゼン獲得で先発を補強。調子を落としたアレック・マーシュに代わる先発投手となりそうで、またレンジャーズが売り手に回ったというよりは、今後先発の故障者が復帰してきますので、その整理も兼ねていそうです。レイズのアメット・ロザリオはドジャースへ。ドジャースは2年連続トレードデッドラインでロザリオ獲得となりました。ロッキーズのリリーフ・ジェイレン・ビークスがパイレーツへ。他方でパイレーツはかつてトッププロスペクトだったクイーン・プリースターをレッドソックスへ放出しています。DFA された選手のトレードではマリナーズをタイ・フランスがレッツへ。打者に不利な環境から一転、有利な環境へと移籍となりますので、打撃を取り戻すことはできるか頑張ってほしいです。また加えてドジャースのリッキー・バナスコがタイガースへ移籍となっています。という感じでデッドラインに向けたスプリントが始まっていますが、あと何件まとまるのか。昨年はデッドライン当日に27件トレードが成立しましたが、今年はどうなんでしょうかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。